谷崎潤一郎役「源氏物語」その第63回「青い続きから「深い秋の哀れを添える風の音が身に染み渡ることかなと」とおなれにならない恩一人根に明かしかねさせたもうた朝ぼら家の霧が立ち込めていますのにほころびかけた菊の枝に 濃い青にビーロの髪にしたためたふみをつけて置いていったものがありました。気の利いたことをするものよと取り上げてご覧になりますと見やすどころのお手なのです。打ちたえておりました間のことはお察しになってくださいましょうか。人の世のあわれと聞くもつゆけきにくるる袖を思いこそやれ。 今朝の空の色を見まして思い余ったものですから、とあります。常よりも優美にお書きになったものかなと、さすがに捨てがたくお眺めになるのですが、ちらちらしくも見舞いをおよこしになったことよと、心浮くお思いになります。そうかと言ってふっつりと途絶えて、頼りをあげないのも気の毒であるし、お名前をけがすことにもなろうと、 様々に思案にに案遅れになります亡くなった人はとてもかくてもそれだけのご運勢でいらしたのであろうになんで自分はあの生きりのありさまをあんなにまざまざと見てしまったのかと後悔の念がおわきになりますのはやはりご自分のお心ながらあのお方に対して気持ちをおなぼしになることができないからでしょうか。が ご決済の間はあばかりがありはしないかなどと久しく考えてためらっていらしたのですがわざわざの恩消息に「ご返事がなくては情けがなさすぎはしないか」と「指色がかった紫の紙にこの上もなくご無沙汰をしておりますのをいつも気にかけておりますものの喪中で慎んでおりますことは」。 では、お分かりでいらっしゃいましょう、と存じまして、止まる身も、消えしも同じ梅雨のように、心をくらんほどぞ儚き、どうぞきれいにお忘れになってください。実は、ご精進の間は、ご覧くださる前かとも存じて、こちらからも、と書いておあげになるのでした。六条のお里にいらっしゃる時でしたので、人目を避けてお読みなされて、 それとなくほのめかしてあるらしい御文の中のお言葉を心の鬼に責められてはっきりと胸にお感じになってそんならそうであったのかとお思いになるさえ辛さは言いようもないのですやはり自分は限りなく罪相の深い身であったのだこういうことが噂にのぼったら院にもどのようにおぼしめされようお亡くなりなされた前の 東宮とは同じ恩原のご兄弟という中にも大層睦まじい恩間柄であらせられこの西宮のお行く末のことなどについても年頃なご依頼を受けていらっしゃるので「さっきの坊の恩代わりにもこのままお世話をしてあげよう」とといつも仰せになって「このまま打ち済みをなさい」とたびたびお勧すすめがあったのを抑え よろしからぬことだと思ってご辞退申したほどであるのに図らずもこのように年に似合わぬ若々しい苦労をして果ては雨季なおさえ流してしまうことよとあれやこれやお考えになりますと相変わらずご気分がおすぐれになりませぬでも一体に奥ゆかしく風流だという評判があって昔からなだかかくていらっしゃいますお方ですから。 飲み屋へお移りになります時にも東西風な面白い趣向を数多くおこらしになりますので天上人の好き者のどもなどは朝夕の梅雨を踏み分けつつお尋ね申し上げるのをその頃の仕事にしているなどとお聞きになりますにつけても大将の君はそれもそのはずよ優雅な道はどこまでも心得ていらっしゃる お方であるものをもし世の中に飽き果てて異性でもお下りになったらどんなに寂しいことであろうとさすがにお思いになるのでしたご法事などは済みましたけれども日焼けまではまだ引きこもっておいでになりますこんなことは初めての長い間の恩連れ連れを気の毒にお思いになって賛美の中将が始終お見舞いにおこしなされて いろいろな世間話を真面目なことやらまた例の乱りがわしいことやらをお話しなさりながら慰めておあげになりますのにあの弦のない詩の一件がとかくお笑い草に引き出されるらしいのです。大将の君は「かわいそうにあのおばあ様のことをそんなに軽蔑したもうな」とお静止になるのでしたが。 その実いいつも面白がっておいでになりますそれからあのいさよいのさやかであった秋の夜のことなどそのほかさまざまな好き事どもを互いに残らずお打ち明けになってとうとうしまいには浮世の儚いことを言いして打ち泣きなどもなさるのでしたしぐれが降って物の哀れなある暮れつ方中将の君は鈍色の直しと 差し抜き等を薄い色のに衣替えして見るから凛々しくすっきりとこちらが気恥ずかしくなるような様子をしてお越しになりました「氷見は西の妻戸の前の高羅にもたれて下がれの洗剤を見ていらっしゃる時でした」「風が荒々しく吹いてしぐれがさっと一振り来ますと涙もそれと競うような感じがして雨となり」 とやなりにけん、今は知らず」と独り言を言いながら頬杖をついておいでになるご様子はもしも自分が女であって後に残して死んでゆくとしたらきっと執念がとどまらずにはいないであろうと中将は色めかしい性質だけについじっと見守りながらそば近くお座りになりますと「君はしどけなく」 内くつろいだお姿のまま脳死の紐だけをお直しになりますこちらは中将よりは少し色の濃い夏の御祖に紅のつやつやした下重ねを召して地味なつくりをなすっていらっしゃいますのがかえって見てもあかぬ心地がします中将も大層感慨深い目つきで空の景色を眺めていらっしゃるのでした雨となり しぐる,る空の浮雲をいずれの方とわきて眺めん「行方も知れない」と独り言のようにつぶやかれますと「石人の雨となりにし雲いさえいとどしぐれにかき暮らすころ」と仰せになるご様子に並々ならぬ追ぼの色が著しく浮かんでいますので妙なこともあるものよ。 この年頃はそんなに愛としがっておいでになった風でもなくただ陰がお気をもまれて訓戒をおくわえ遊ばしたことなどもありおとどのお扱いも心苦しく大宮とは血縁のつながりがおありになるなどおぼうに差し合いがあるのでおきれになるわけにもいかず嫌々いやいやながらそうていらっしゃるのであろうと気の毒に感じたお料理もあったのに 事実は一番大切なお方として特別に思っていらしたのかと,とお別れになってみますといよいよ口惜しくおなりになります。何事につけても世の中の光が消えた心地がしてひどく屈託しておいでになるのでした。君は枯れた下草の中にインドをナデシコなどの咲いているのを折らせたもうて父条がお帰りなされた後で。 若君の御目のとの最小の君をお使いに草枯れの間垣に残るなでしこを別れし秋の片とぞ見る「匂いが劣るとご覧になりましょうか」と大宮へ行っておあげになるのでした谷崎潤一郎役「源氏物語」その第63回「葵」途中まで。 2021年4月25日。